ここか、キャタバククシーラ。仲間から聞いたと思って、へえ。このオリビエっちゅう店がよオかリとこらしビエ。か。この店。なんか知ってるみたいだな、桐生さん、この反応。鈴木さん、この店知っとうと。いや。いや、2名様でいらっ知ってるしゃいだまろう、す絶対。よく通ってるだろう。この店でいっちゃん綺麗かお姉ちゃんばつけてほしいっちゃけど、ナンバーワンの子。それでは、ご指名ということでよろしいですか。ああ、指名になると、ね、追加料金かかるからね。お金は払わん。いや、払えよ。なんでだよ。ナンバーワンの子を頼む。金払わねえくせにナンバーワンって、おかしいだろ。お金はちゃんと私が払いますから、ね、お願いします。結局桐生さんが払うのがいい。それでは2名様ご案内いたします。へえ、社長はなんでこんなところでケチすんの。お、なかなかいい感じのお店だね。うわ、おっさんがめっちゃ汗拭いてる。どうも。お、青春系か。うわ、青春系だね。人間可愛くなかやん。いやいやいや、ナンバーワンって言うたやろ。もいや、直球すぎるだろ。かわいそうだよ、女の子。でもうち結構締めあるっちゃけんね。お、この子はこの登場の仕方だとナンバーワンの子っぽいね。お、めっちゃ美人じゃんこれ。どうも、まゆみです。まゆみちゃんね。さすがナンバーワン、すごかね。うわ、これそんなことないですよ。女優か。私も年なんで。セクシー女優か。ね、鈴木さん、よかおなごやんね。ん？ええ。なんか、まあ、キルさんと知ってるみたいな感じだよね、これは。いや、すげえ美人だな。なんか、なんか怪しいね。うん？登場会がどげなもん中だよ。誰だお前ら。おら、新しかボトルば持ってこんか。出たよ、お前ら。こんなキャバクラで暴れまくるチンピラが。せからしか客やね。誰ねあれ。ああ、うち店のケツ持ち。ヤクザか。ケツ持ちって本職の連中？うん、やけど本職って言っても山笠組系列の下っ端やけど。山笠組ね。なしてそげん連中が飲みに来とったね。ケツ持ちやったら自分の島で飲んだりせんちゃなかと。いや、声でかいって社長。なんか今東京の確か同情会とかいう組織の人たちが流すに来とってね。その人たちが店に来られんよ、上に命令されて張り付いとるんやって。はあ、ようわからんばって危ない状態らしかね。なあ、もう給料日に混んでもよかろうもん。なあ鈴木さん。いや、ちょっと社長さん、声でかいぞ。聞かれたらどうすんだよ。困っとうとよ。給料日にあげんことされたら売り上げ落ちるしさ。それにあげん酔っ払って、ほんとよか迷惑ばい。なして俺らが見張りなんかせんといかんとや。これ結構酔ってんだ。奴らなんか今すぐ福岡から追い出しゃよかっただけの話やろが。まあ本家も騒ぎにしたくないちゅうことやろ。なんかご無沙汰好きや。どうせそげんもん買う人って登場会連中が威張り腐りよるだけやろが。やっぱりどこでもね、こういう不満に思ってる下っ端がいるんだよね。それに向こうの会長、道島大吾とか言うとったが、まだ36らしか。あ、まだ36歳か。俺より年下やんか。なんかよかとこの坊ちゃんらしか。週刊実話に書いとった。やったら俺らそげんボンボンの傘下に入れられるかもしれんちゅうわけや。ああそんなことやっとらんぜ。ちょっとお前のそのパンチパーマ、俺あんまり気に食わねえな。コロか、聞き聞かんな。似合ってねえよ。おい、ボトルまだや。早く新しいやつは持ってこんか。
はい、ただいま。いや、迷惑な客だな。お客様、お待たせいたしました。遅いってさ。いや、そんなことしなくていいじゃん。失礼いたしました。店員さんはかわいそうだよ。お客さん。頭んきた。え、社長。俺が追い出しちゃう。いや、やめて社長。社長。よかってよかって。俺に任せとって。やめとけ。おい、中島社長。やかましかって。こげん店で飲むときは保管客のことも考えろ。うわ。一発で失神させられた。なんば俺たちに文句も垂れとったや。もうキリュウさんにも迷惑だろう。下っ端がこうも安易に肩着に手かけるなんて、山笠組ってのも大した教育してねえな。なんでか貴さん誰やこれ。なるほど、俺が誰だか知らないようだな。なんで逆に知ってんだよ。そうか、おかげで気が楽になった。いいぞ、いつでもかかってこい。なんわけわからんことざけようとや。こっちはただでさえイライラしとっとぜ。こげんなったら思い切りうさばらしばさせてもらうけんな。そのまま返すよ。尻さらせ、おら。尻さらせ。俺はな、タクシードライバーなんだよ。山笠組構成にね、ちょっと待って、ちょこのキャバクラいっぱい武器落ちてるから、ちょっと待って、いっぱい武器落ちてるからこれでいっぱい使わせてもらうよ。ちょっと硬いなこいつら、硬いな。あ、しかもあんまり好きくれないね。ほらほら、お前、おい、何やってんだよ。どのシリーズでもさ、こんな抱っこしたがるやつがいるんだよね。おいおい、一丁ヒールアクション使わせてもらうよ。おい、見張らだぞ。お前のこのパンチバーバー気に食わねえぞ。ういまた、お前ら、ほら、俺そういう趣味ねえんだよ。お、これは何だ。反撃の極み、強敵が繰り出す喧嘩奥義から勝機を見出し、あ、また勝機ね。制限時間内に指定のボタンを連打して、反撃の極みね。じゃあ何だこれは。えい、連打すんのかこれは。また4と違うね。殺人だよキリュウさん、これは死ぬよ。社長大丈夫か。なんでそんな勝手な真似すんだよ、本当に。ご迷惑をおかけします。ほら、まだキリュウさんが代わりに謝ってんね。こちらこそ申し訳ございません。本当はこんなこと言っちゃいけないんですが、山笠組の人たちもお給が据えられてよかったと思います。あ、そう。やっぱ店員さんたちも。もう二度と店で飲もうとは思わないでしょ。あれね、不満に思ってるよね、こんなの。そうですか。あれ、あの連中は何言ってんですか。中島社長が倒したんじゃないですか。どこまで優しいんだよキリュウさん。こんなこと。いや、社長の手柄にしてすげえな、いい社員だね。いや、人間できすぎるんだろキリュウさん。いや、よか店やったばい。俺今度からまゆみちゃんば指名しよっかな。いや、金払えよ。指名料払わないくせに。それじゃあ明日も仕事頼んだけんね。お疲れー。お疲れーってね、もう元気だな、こんないっぱい飲んで。大丈夫か。俺も明日仕事がある、今日はもう家に帰ろう。また店で暴れまくったなキリュウさん。なんだなんだ、遅かねー。適当な男、彼女来るでは遅かねえ。とっくに約束の時間が過ぎとっちゃけど、バッテンよう考えたら俺、彼女おらんかった。ふざけんな。何こんなところで一人妄想してんだよ、クソ野郎が。
まあここはまっすぐ帰った方がいいな。アパートすぐ近くだし。ん？ちょっと待って、チンピラが？てめえとか言ってるやつがいる。ヤクザ。うわ、いきなり喧嘩打ってきたよ。このチンピラはまた今までと違ってですね、いきなり喧嘩かかってくるんだよね。4とか3とかはまずは最初話しかけられてから喧嘩になるんだけど、これはいきなりだな。そしたら、はい、自転車、ちょっと待って、どこどこ向かってんだよ。お、武器の熟練度がアップ。おい、待てよお前ら。じゃあちょっと汗かいてからアパート帰ろうね。え、ひれお尻に直撃。鉄の皿手に入れた。俺がバカでした。ふざけんなよ、誰に喧嘩売ってんだよ。まあこの町にもね、いろいろあるんだけど、ここはちょっとまっすぐ寄り道しないで、まずはアパートに帰った方がいいね。他にもいろいろところ行け。ちょっとここさ、カムロ城より治安悪いじゃねえかよ。今喧嘩したばっかりなんだけど、もう。じゃあね。人ってこんなに飛ぶんだ。1000円手に入れた。ふざけんな、もっとくれよ。今金欠だからさ。アパートでどこだ？ここか？ここか？ん？顔立ちのいい青年。あ、これさっきの青年じゃねえ？やっと帰ってきたか。ん？あ、さっきあっちの通りで盛大に暴れてたな。女の子を助けてヒーロー気取りか？かっこいいね。そんなに睨むなよ。あんたみたいな奴は嫌いじゃない。それよかあんた、見ない顔だな。鉛もねえし、ここら辺の人間じゃないのか？さあな。ふまあいいさ。あんたぐらいの歳なら話したくないことの一つや二つあるだろうし。あ、そうだ。自己紹介がまだだったな。俺は、小牧宗介。ここらじゃ、チンピラ狩りの宗介で通っている。ちょっと待って、小牧。出たよ。小牧のじじいとどういう関係なんだよ、お前。小牧。そう、小牧。いいよ。宗介って呼んでくれ。この読み方って宗介でいいのかな。あんたのさっきの喧嘩、見させてもらった。年の割にはよく動けてる。若い頃は相当強かったろ。いや、小牧のじじいにはね、いろいろ教わったからね。あんたはここら辺にいる連中とは格が違う。ま、俺には到底及ばないけどさ。話はそれだけか。まあ、そう言うなよ。俺だってもともとはここの人間じゃない。仲良くしようぜ。それに、あんたについていろいろ気になることがあってな。このまま返すわけにはいかねえんだよ。それで何が言いたい？用があるなら手短に話してくれ。へえ、一応聞く気はあるのか。なら好都合だ。ここじゃ目立ちすぎるな。場所を移そう。これは多分また師匠的なやつだね。ここでいいだろ。それで要件は何だ？まったく気の短いやつだな。まあいい、単刀直入に言う。俺と勝負しろ。勝負？さっきの喧嘩は本当に強い奴の喧嘩じゃない。俺に言わせりゃ、あれはただの八つ当たりだ。何があったか知らないが、あんた、いろいろと、ん？ラフストレーションフラストレーション溜め込んでるんじゃないの？それは思いっきり俺にぶつければいいだけの話だ。簡単だろ。全部お前の勝手な想像だろ。それに俺にお前を殴る理由はない。理由がなければ殴らねえか。見た目の割には紳士的だな、おっさん。ただ悪いけど、俺にはあんたの殴りは立派な理由があるんだよ。その話をおいおいするとして、まああれだ、あんたが手出せねってんならこっちから出すまでだ。それなら理由に不足はねえんだろ。つうわけで行くぜ、おっさん。勝手だな。まあ確かに顔立ちはいいね。ちょっとかっこいいね。何？ん？半端な手加減はいらない。叩き潰すつもりでかかってこい。
ちょっと待ってね。R2 で、ドリューの木ぐらい？どういうこと？チュートリアル。このバトルは、ソウスケにはドリューの木ぐらいでしか、ダメージを与えられません。ヒート状態中に R2 入力で、ドリューの木ぐらい発動できます。ドリューで読んでいいのかな？ちょっと待ってね。R2。おー。で？お、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 めっちゃ強い。お、強、強、強。なにこれ？めっちゃ強いんだけど。おい、大丈夫？ソウスケ。これで終わったのか。なんで見つめ合ってんだよ。へえ、やればできるじゃねえか。これで気が済んだか？だったらガキはさっさと帰れ。おいおい、まさか今のが俺の本気だと思ってるのか？典型的な負け惜しみだな。まあ、あんたなら腹の中では分かってんだろ。お互い本気じゃないってことは。おさん、だいぶブランコあったろ？体が鈍りまくってるのがバレバレだぜ。今のままじゃ話にならねえな。ふ、そうだな。暇の時、俺の子来いよ。前世紀と同じぐらい動けるように、特別に無料でアドバイスしてやる。その代わり、フルパワーが出るようになったら、俺ときっちり決着をつけてもらおう。どうだ？殴りかかってきた理由も説明しないで、突然先生気取りか。別に隠す必要もないから、理由は説明してやるよ。あんたがマシな喧嘩ができるようになったらな。ま、おっさん今でも十分強いから、余計な世話だってんなら好きにしてくれ。本当に自分勝手なやつだな。褒め言葉ありがとうよ。ま、期待しないで待っとくから、気が向いたら来ればいいさ。気が向いたらな。へえ、これは、ん？俺は大体ここら辺にいるから、暇な時にでも声かけてくれ。いない時は飯でも食いに行ってるから、よろしく。わかったから今日はもう帰れ。お前の話はまたの機会にゆっくり聞いてやる。ああ、ぜひそうしてもらおう。じゃあな。へえ、これはじゃあ小牧のじじいとなんか関係あるね。孫？もしかして。小牧のじじいで結婚してんの？もう遅い。早く自宅に帰るか。ここはもうまっすぐ帰った方がいいね。まっすぐ家に帰ろう。ん？てかこれ、そのまま行くんじゃなくて、また自分で操作しなきゃいけねえのかよ。ここかな？アパートっていうの。へぇ。こんなところに住んでんのか、桐生さん。歩き方相当疲れてるようだな。201号室ってことだね。鍵かかってねえのかよ。大丈夫？おお、まあ、割と一人暮らし用のシンプルな部屋だね、これは。アジトが使用可能になりました。セーブが利用できます。アジトにいる間は体力が回復します。リザルトが利用できます。はい、これは今まで通りだね。アイテムボックスね。今日もいろいろあったね。そろそろ寝る時間だからどうする？どうするって自分で決めろよ。なんで？寝ればいいだろ。明日に備えてそろそろ寝る準備をするか。明日に備えてって何？あ、仕事か？牛丼の看板が目立つな。いや、まだ寝ないじゃねえかよ。着替えただけだよ、これは。何このスポーツマンみたいな服。部屋の中でタバコを吸うタイプなんだね、桐生さんは。これでも俺なりに精一杯。茨の道を歩いてるつもりなんですよ。ああ、どうしても気になるんだよな。忘れられないよね、これは、さすがに。ん？え、誰？もう、お湯沸かしっぱなしだよ。女の人だって同棲してんの？ギルさん。お、結構美人やん。ただいま。ああ、おかえり。ああ、おかえりじゃねえよ。どうしたんだ、ギルさん。ここ一生終わったのか。いやいやいや、どういうこと？
え、これもしかして社長が言ってた、キリュウさんが昔町で救った美人ってこと？え、一緒に住んでんの？うわ、うわ、マジか。第2章。招かれざる客。誰？っていうかさ、この子って、さっきのキャバクラのまゆみちゃんじゃね？よく見たら。祝してんだけど、これ、キリュウさんおはよう。よく寝れたか？あ、おはよう。すぐできるから、待ってて。この子、さっきのキャバ嬢だよね。美人だからね。覚えてるよ。え、そうそう、やっぱりこの二人、制服のワイシャツ洗って干しといたから、今日は新しいやつ着てってね。そういうことはやらなくていいっていつも言ってんだろう。私がやりたくてやってるんだし、いいじゃない。身の回りのことは自分でする。勝手なことはしないでくれ。いや、女性に優しくしてよ。相変わらず釣れない人ね。だいたい何日連続で来てるんだ。たまには自分の家に帰ったらどうだ。同棲してるわけではないね。そういえば昨日社長さん相当飲んでたね。まあな、中島さんもあの年で独り身だしな、寂しいんだろう。え、そうなの？てっきり結婚してるもんだと思ってた。結婚してそうだね、あんな感じ。だって左手の薬指にさ、溝あるじゃない。溝？うん、あの溝って10年20年も指輪をつけた跡だと思うんだよね。あ、そうなんだ。離婚してるってことか。鈴木さんってそういうとこ鈍いよね。まあ確かに。キリュウさんね、いろんなところ鈍いからね。そっか、一人暮らしなんだね、やっぱり。おお、背中見せていいの？今日も帰りは遅くなるの？ああ、遅番だからな。お前も今日くらいは家に帰れ。今夜は来るなよ。どうしようかな。硬いな。いいじゃん別にな。鈴木さんだってあたしが来た方が嬉しいでしょ。何を言ってるんだ。あ、ネクタイ曲がってる。照れちゃって。はい、これでよし。キリュウさんのこと好きなのかな、まゆみちゃん。いや、いい女だとは思うんだけどね。まあそこまで知らないけど。どうしたの？いや、それじゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。家にいていいの、ずっと。仕事に行くか。流すタクシー向かえ。何？今のあなたにとってもラッキー。何かいいことがある予感。何？運勢診断って。ラッキーサービス。こんなことあんの？よっしゃ、じゃあ、2章に入ったんで、そろそろ出るのかな？サブストーリーみたいな。サブストーリー、キリュウ、カズマ、全部でトータル18個。で、すべての主人公が78個。まあ、4とそんなに変わらないな、多分。なんで、今回5も、一応本編で、すべてのサブストーリーを、拾っていくつもりなんだけど、まあ、どうしてもね、今までもそうなんだけど、勝手に、メインストーリーが進みすぎちゃって、サブストーリーできなくなる可能性もあるんだよ。だから今回は可能な限り本当にこの主人公の本編で全てのサブストーリーを済ませたい。うん。なんだこれ、早速なんかありそう。最近物騒らしいぞ、高速。うん？何がです？走りやっつーの。高級車やらスポーツカーやらに剣が吹っかけて廃車に追い込む集団がいるんだと。はあ、そりゃあまた暇な連中っすね。でも先輩は、中古、ん？
ボロワゴンだし心配ないっすよ。そうだな、安心だ。なんだよ、迷惑な話だって。こっちのセリフだよ。迷惑な話だよ。これやっと今昼間になったね。昼の福岡。なんか俺絶対この辺に来たことあるよ、実際。なんかこの公園見覚えがあるんだけど。まあちょっと待ちぶらつくか。今マップ上がハテナがあるんだけど、これってサブストーリーってことかな。もしかしてファイからヒントくれんのかな。否定したがる年頃。どういうことだよ。どんたくの季節でもないのに花自動車が走ってるわけないだろう。夢見がちな年頃。本当だって、見たんだって、屋根についてるの。うん、チカチカ光ってたのよ。でもタクシーだったんだろ。タクシーの鼻自動車なんて聞いたことないよ。ん、強盗点滅したタクシーだと、まさか。ちょっといいか、き、うわ、なんすか。怪しいもんじゃない、今の話聞かせてくれ。タクシーだがどうしたんだ。彼女がチカチカ赤く光るタクシーを見たって言うんですよな。うん、あれなんて読むんだろう。タクシーの屋根についてる低灯みたいなやつ、あれが赤く点滅してるタクシーを見たんです。俺はそんなタクシー今まで見たことないって言ってんですけど。絶対見たの、きっと珍しい演技ものなのよ。あ、なんかご利益あったりして。いや、それは違う。タクシーの屋根に、取り付けてる行灯、あれは普段空車のサインとして点灯させるのは知ってるな。あ、はい。だが万が一の場合は赤く点滅させることで周囲に非常事態を知らせる役割があるんだ。え、万が一の場合って？例えば強盗に襲われた時とかな。運転手は強盗に気づかれないようにボタンを押して外部に助けを求めるんだ。え、マジ？じゃあ私が見たタクシーって。そのタクシーはどこで見た？長洲大通りに止まってたの？ああ、この先行った十字路を北に曲がった方。でもちょっと前だからもういないかも。今から警察に通報しても手遅れかもしれん。俺が行くしかないな。俺が様子を見てくる。お前たちを警察に通報してくれ。念のためな。え、大丈夫なんすか？非常事態の点滅を見たら会社に関係なく駆けつけるのが同業者のルールだ。あ、おじさんもタクシー運転手だったんですね。てっきり役、役まで行ったらばザーも見えよ。どうりで詳しいはずだ。了解っす。気ぃつけてください。え、これサブストーリーか？ちょっと待ってね。タクシー SOS。緊急事態を告げるタクシーか。長洲大通りにいたらしい。ああ、なるほど。この5になると、サブストーリーあると、この、ヒントくれるんだね。マップ上。ハテナってやつ。ってことは、今のところ、ほら、1、2、3、4、4つぐらいサブストーリーあるってことだよね。うわ、これは便利だね。いや、助かるな。いや、ヒントあると本当に助かる。あの、3と4はヒントないから、自分でいろんな人に話しかけたり、店入ったりして、探してたんだけど、まあ、そしたらちょっと様子見に行こう。